下流ながら水域の 50m でなんと銅メダルを獲得します。さらにその2年後には銀メダルを3つ獲得。90歳になった長岡さんの脳には新たな目標が生まれました。メダルとのことで、ね、なかなか泳ぎが悪いからね、泳ぎを要は最近気づいたんですよね。銀メダルが欲しい長岡さんの夢はついに世界の頂点へと向かっています。では突然ですが、ここで恒例のチームマークです。水泳選手として世界でも活躍するようになった長岡さんですが、91歳の時金メダルを取るためにある秘策を考えます。その秘策とは一体何でしょうか。金メダルを取るためにな、んだろうね、ジョーカルビに変えた正解は全力コーチをつけた。コーチさんだけはよく教えてくださいます。より早く泳ぐための技術を身につけたい、それまでの我流をやめ91歳で専属コーチをつけ猛特訓を開始した長岡さんは翌年92歳で世界大会で見事金メダルを獲得しました。すごいな、表彰を受けられたことが嬉しかったですね。その後も18種目で世界記録を樹立、驚くのはその記録を毎年のように塗り替えてきたことです。そして今回世界記録の更新に向け再び大会に出場します。長岡さんが挑むのは 1500m 自由形。これまでの世界記録は自身の持つ 54.9 秒81、これを1秒でも更新するのが目的です。そうだね、そうだね、そうだね、もうよく寝れますね。長岡さんが出場するのは95歳から99歳の部長岡さんが出場するのは95歳から99歳の部、今回同じクラスの選手がいないため違う世代の選手と一緒に泳ぎます。そしていよいよ運命の時がやってきました。果たして世界記録を塗り替えることはできるのでしょうか。そうですね、周りで飛び込んでる方もすごい。黒セサミお得。お得なものは値段が出ちゃうね。セサミ多い。DHC やで。